ツールドフランス二千七ツールドフランス二千七は二千七年七月七日から七月二十九日まで全二十一ステージで行われた九十四回目のツールドフランス二千六年十月二十六日にパリのパレでコングレドパリで全コースが発表された今大会は七月七日にイギリスロンドンのトランファルガー広場をスタート地点とし途中ベルギーを経由し時計回り 第16ステージを除くで29日にシャンゼリゼ通りをゴールとする全21ステージ 3.5539km で行われた。参加チームは UCI プロツアー参加チームユニベットを除く19チームに主催者推薦枠で出場するプロフェッショナルコンチネンタルチームの2チームアグリチュベル・バルロワールドを加えた21チームであった。ツールド・フランスのコースが ドーバー海峡を越えて、イギリスを経由するのは1974年、プリマスを経由と1994年、二つのステージを、ドーバー・ブライトンとポーツマスで実施以来三度目で、ロンドンを経由するのは初。なお、イギリスで行われるプロローグと第一ステージのコースは、全コース発表に先立ち2006年2月9日に、ロンドンで行われており、その席で、ロンドン市長のケン・リビングストンは、 7月7日にプロローグを行うことがロンドン同時爆破事件2005年7月7日に発生の被害者を追悼しロンドンがテロに屈しない姿勢を世界にアピールするものだと述べている一部コースは UCI プロツアーのパリ・ルーベのコースも使用される後半には21日と28日に個人タイムトライアル山岳ステージは6回設けた 前年の大会で主力選手がプロローグ直前に戦線離脱し総合トップだった選手にドーピング検査の陽性反応が出て混乱した経緯を踏まえ事前のメディカルチェックでは出場予定選手の全員がドーング検査に合格したことを受けてスタートした。しかし7月25日第13、15ステージを制したアレクサンドルビノクロフが血液ドーピングの疑い A 検体で陽性の反応があることを理由に所属するアスタナチームが翌日以降のレースを捨てるレースを主催する ASO の意向によるものであり事実上の追放措置。ビノクロフは疑惑を否定している。さらにその翌日にはクリスティアン・モレーニにテストステロンの反応が見られた子から所属するコフィディスチームも棄権した同様に事実上の追放措置。モレーニは 薬物使用を認めている。2チームが相次いで危険するという時点ですでに異常事態と言えるが、第16ステージを制し、総合優勝をほぼ手中に収めていたミカエル・ラスムッセンが、ドーピング検査回避の疑いで所属するラボンクチームから解雇され、レースから撤退。第17ステージにして、前予定を着用する選手が姿を消すという、前代未聞の事態を引き起こしている。 その一方で、ジロでイタリア中のドーピング検査の結果により出走を回避せざるを得なかったアレサンドロ・ペタッキが一転して、レースの期間中に出場停止措置を取り消されるなど、前年同様の、あるいは前年を上回る大混乱となった。また、レース終了後にも、総合十七位で完走したイヴァン・マヨの検体から、エリスロ・ポエチンの陽性反応が出たことを所属チームのサウニエル・ディバル・プロデールが、 明らかにするなど、レース後も混乱を引きずることとなった。7月31日、ドイツ警察当局が、総合優勝のコンタドールが、ドーピングに関与していたことを示す文書を入手したと、発表したが、ドーピングに協力していた、スポーツドクターの診察を過去に受けた子があることを示しているのみで、決定的証拠とは言えず、ゴシップ好きのメディアがセンセーショナルに報じたのみであった。 こうした状況については、市川正俊、栗村治が、いずれも J スポーツでの解説において、UCI プロツアーをめぐる UCI、国際自転車競技連合と ASO の主導権争いの存在を指摘。また栗村は、このような内輪もめが結果として、ロードレースイコールドーピングというメディアの論調を招いているのではないかともコメントし、今中大輔もまた、ロードレースが、 ドーピング問題でマジョリの対象にされている可能性を問題視した。一方、ASO のオーナーであるパトリス・クラークは、ラスムセン失格の後、UCI には反ドーピング運動において自転車界の先頭に立つ資格がないと非難。またレースディレクターのクリスチャン・フルドムは UCI との決別を明言し、UCI にはツールド・フランスからドーピングを本気で排除する気がないと非難した。 しかしながら、翌2008年のツールドフランスにおいて、エリスロポエチン、エポの進化系、第3世代、エポとも言われるセラ、持続性エリスロポエチン需要大活性化剤イコール、カンティンスリスラポイトンリセプターアクチベーター陽性となった選手が続出。しかもその結果、リカルドリッコ、レオナルド・ピエポリの二人に陽性反応が見られた、サウニエル・ドゥバルイコール・スコットが、第12ステージを前に、 選手全員を危険させる手段に講じざるを得なく、なるという事件にまたしても発展してしまった。ツールドフランス終了時点、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。